サンベント宮殿は、ポルトガルのリスボンにある宮殿。現在は、共和国議会が置かれている。宮殿は1598年に建てられた、ベネディクト派修道院を前身とする。1615年、僧たちが、カーサダ・サウデ地区に移り住み、国史病を患う、人々の住居とした。イエズス海士の建築家、バルタザール・アルバレスの計画により、 マニエリスム様式の新しい教会が17世紀に建てられた。大きな長方形の建物に2つの戦闘と4つの回廊があり、寮や台所なども付属している。建設がほとんど終わりかけた頃の1755年のリスボン地震で損害を受けた。1820年の自由主義運動と1834年の宗教抑圧の後、修道士たちは、 修道院から放築され、ここに議会が設置された。建物はギグー、または議員と呼ばれるようになり、以降改修が進められ、新しい機能をこなせるように建物は変わっていった。ベンプラテッラの手がけた主会議場の内装修道士たちの参事会場として使われていた場所は、1867年に全体をフランス人建築家、 ジャン・フランソはコルソンにより会議場に改装され、1967年にポルトガルが一員制となるまで上院の会議場として使われた。1895年、火事で下院の会議場が燃えると、会議場の修繕と拡張の必要を迫られた。ポルトガル人建築家、ミゲル・ベントラ・テッラは改装工事を引き受け、1940年代まで改築が行われる。彼は、 会員の会議場を新しく建設し、円柱と三角形のペディメントからなる、ネオクラシカル様式のファサードを作った。またお広間や内部の大階段など多くの部屋を改装。この工事は建築家、アドルフォ・マルケス・ダ・シルバに受け継がれて1920年代まで続いた。1940年代のサラザール体制下で、議会入り口部分の大階段が完成。この階段は、 宮殿の後ろにある庭園設計の責任者でもあったクリスティーノダ・シルバのデザインによるものである。1974年のカーネーション革命による民主化以来、宮殿全部のこの区画はリスボンで最も人気のある場所になった。1999年付属の建築物が旧王宮の近くで使用され始めた。歴史的な外観を変更することなく、 会議場のスペースを広げるために行われたもので、その建築はフェルナンド・タゴラがデザインした。ちょうど主旨の後ろにポルトガル首相の住まいとして提供される邸宅がある。この邸宅は1877年に古い修道院の庭園内に建てられたもので、1938年にアントニオ・サラザールが移り住んでから首相皇帝となっている。ありがとうございます。